久保さん、スピーカーが届きましたスピーカーこういうやつですねこれね骨伝導っていうかあの響くんですよなんかその なんかあの、振動させて響くっていうスピーカーで、まあ、いろんな場所に置くと、まあ、いろんな場所に置いた感じの、まあ、その違うじゃないですか、伝わり方が。で、今これ木の机なんですけど、木の机に置いていくと、木の机自体がスピーカーになるみたいな。そうですね。これで、なんかヒップホップはね、ちょっとね、ウーハーが、低順音がかなり効くヒップホップさがちょっと響割れちゃうんですけど、 なんか木の付けだとジャズめちゃくちゃいいですね。ジャズが。これインスタ、僕続けてるんですけど、インスタでもらいました。<laughs> 企業案件みたいな <laughs> そう。なんか2019年これグッドデザイン賞っていうかな、なんかそのなんとか金賞というかももらってるんですけど、もらいましたね。今まで時計もらってたんですけど、時計6個ぐらいもらって、これスピーカー今度もらいました、ね <laughs> まあ、なやってると何が起こるか分かんないですね、うん。そう。だからその、なんだ、プレゼントしたいですってって、よかったらレビュー、ハッシュタグつけてレビューしてくださいみたいなね、来ましたけど。ありがたいですね。一応インスタのフォロワーが今9600人ぐらいかな。9500?600 ぐらいいるんですけど、はい。まあずっと続けてますよ、うん。続けてると何があるか分かんないですね。 僕、時計も、時計の写真とかアップしてないんですけど、時計のね会社さんからいっぱいもらいましたけど、この何もらえるのかなちょっと楽しみですね。なんかもう、結構慣れて、なんかその、企業さんから来ると、もうテンプレがあるんですけど、送ってくださいみたいな。もう、さすがにこれ7回目ぐらいですからね、もらうの。案件としては。もうだいぶ慣れましたね。うん。いや、でもめちゃくちゃいいですね、これね。あの、ほんと、ジャズは最高ですね。まあ、 置く場所によって音質が変わるんで、そう、うん。まあなんか事件あったみたいですね、大阪でね、うん。まあ何あるか分かんないですね。まあ僕も明日生きてるか分かんないですけど、まあ、明日生きてるから分からないから、これこそ今日生きるっていうね、うん。今日やるべきことやるっていうか、うん。まあ少なくても人生って本当に僕思うんですけど、 ほ、まあ、本当暇つぶしだなと思うんですね思い出どう作るかっていううんだからお金があるあれば作れる思い出とお金がなかったら作れない思い出ってあると思うんですよただそう,そうまあシンプルに言うとそうじゃないですかお金があると、まあ、例えばあのハワイ旅行行けるしお金がなかったらまあうーん無理む難しいですよね飛行機のチケット代タダになるとかね あのホテル代ただになるとか難しいじゃないですかじゃあハワイに行った時の思い出ハワイに行かなかった時の思い出まあこの思い出の差はで,できますよねだからお金の差っていうのは思い出の差なんじゃないかなと思うんですよまあ選択が広まるんでだから結局そんな思い出作んなくてもいいよっていう場合は別にお金がなくてもね別に飯は食っていけるだろうし炊き出しとかもあるしねうんでも毎回炊き出しっていう選択しかできないですよね 毎回その年末炊き出し、まあ、今も炊き出しあると思うんですけど年末でもお金があるとその焼肉屋行ったりとか美味しいもん食ってねあのあ思い出できるし昨日久しぶりに僕寿司食ったんですけどうまかったですねそのなんか100円寿司じゃないとこ行ったんですけど美味しかったですね案外うめえなみたいな <laughs> うんなんかその一貫まあもう、まあ、そ,うそうは言ってもその一応回転寿司なんですけど一貫300円ぐらいとか 400円とかなんですけどなんかそのあの普通その一皿に2貫あるじゃないですか100円寿司とかもだけどなんかまあスシローとかもあるかなんかその1貫1つだけですよね1つだけで300円とかの大トロとか中トロちょっと食べたんですけどうまかったですねでも,も食いながら思ったんですけど あこんな重い、これうまいなと思いながら食,食ってるけど、このうまいっていう一瞬は終わり、終わるんだな、みたいな。<laughs> これ一瞬の思い出、一瞬のうまいのために稼ぐのか、みたいなね。<laughs> 無常ですよね。ずっとそのうまいっていうのは続かないので。<laughs> でもその一瞬のために金稼ぐ、みたいな。人生って儚いなっていう。<laughs> でもさ、一瞬一瞬の思い出をどう作るか、一瞬一瞬どういうことを考えてどういうことをやるのかっていうのが人生そのものなんじゃないかなと思います。うん。そう。僕は、あの、ある程度お金があった方が選択は広まるんで、例えば前澤社長もね、その、今宇宙行ってますけども、あれお金なかったら宇宙絶対行けないですからね <laughs>。でもお金があると、民間でも宇宙行けるっていうね。宇宙飛行士じゃなくても宇宙に行けるっていうね。 この、なんか道を切り開きましたよね。多分、初めてちゃいますの前澤社長が初めてじゃないですか、民間で行ったの。多分初めてじゃないかなとは思うんですけどね、金積んで行ったの。で、なんかね、結構ね、そのなんかネットで金持ちの道楽団みたいななんか批判もあるらしいんですよ。<laughs> うん。いそんなこと言ったらね、<laughs> そんなこと言ったら、水道水飲むの、日本人の道楽、道楽っていうか、その、 ね、水道水飲めない国もしくはその水すら飲めずに餓死していく子供から見たら日本人なんやねんって話じゃないですか水道引いてない引かれてないしお湯出てこないしそう昔ね僕はあの結構記憶に刻まれてるのがあるんですけどそのドキュメンタリー番組でねちっちゃい子がもうさか6歳7歳8歳だったかなちっちゃい子があの井戸を掘り続けるんですよ で、お金がないからそ、そこで働くっていうお、お母さんとか親のためにお金ないから、もう、井戸を掘り続けるんですよ。で、その命の保証がないんですよ。だから井戸、だかしかも人力で掘ってるんで、潰れて、もう土がバーって出たら終わりなんですよ。で、そのちっちゃい子の方が、まあ、フリキシブに動くからっていうことで、まあ、そういう、なんか、やって、なんか、その、働いてたんですけど。で、その子がね、あの、お腹すいたって飯ないんですよ。で、 泥水飲んでたんですよ。泥水ですよ。もうそれ見たときに、日本ってやっぱすげえなと思いますよね。うん。お金がなくても日本にいると選択がその子よりたくさんできるわけじゃないですか。だけど、あだこだ言うわけですよね。<laughs> うーん。 そう日本にいるとその稼ぐチャンスもあるわけじゃないですか。じゃあその,その子から見ると稼ぐチャンスってないっすよね。多分。稼ぐチャンスというか稼ぎ方ってその井戸に潜るしかないわけじゃないですか。うんまあそう考えるとうーんなんかもったいないなと思いますね僕は。やれる環境にあるうーお金がなくてもいろんな選択ができる。 ネットにつながっている、スマホを持っている、いろんなことできるじゃないですか。その子はスマホもないし、ネットもないし、金もないし、何もないし、井戸掘るしかないんですよ、洗濯が。で、水、泥水飲むしかないんですよ、洗濯が。ね、水道の蛇口もないし、その国はね。何なんですかね。はい、いってらっしゃい。